これからアイビスペイント動画塾を始めます。今回は来年の干支の馬の正面を描きたいと思います。それではまずツールバー右から2番目のレイヤーボタンをタップしてレイヤーを追加しておきます。追加は左上のプラスボタンをタップします。7枚追加します。そして一番上の7のレイヤーをタップして閉じます。それではまずアウトラインを引いてから仕上げをしますので、ツールバー一番左のツール選択ボタンをタップしてブラシを選択し閉じます。続いてブラシ選択ボタンをタップして G ペンハード選択タップして閉じます。続いてカラー選択ボタンをタップして黒を選択して閉じます。続いてツールバー上のスライダー左は太さです。太さは自分で描く状態を調整して、これは 6.1 ピクセルです。このようにして右は太くなります、左は細くなりますので、描くときは必ず描きたいサイズで設定して行ってください。続いてスライダー右は透明度スライダーですので、一番右端まで左の方を来ますとこのように薄くなりますので、今回は下絵ですので一番右まで持って描きます。それでは今描いた線を消したいと思いますので、今度はツール選択ボタン上の切り替えボタンをタップして消しゴムを出してこのように消します。消しましたら再度ブラシを選択しますので切り替えボタンをタップしますとこのようにブラシが選択されます。それでは正面を描きたいと思います。まずラフに爪のとこを描きます。このようにして まずラフな下絵を描いておきます。
何回も消せますので便利なツールを利用するといいと思います。このようにして輪郭を取っておきます。それでは続いてレイヤーを変えましてきちんと描きたいと思います。